さあ、3人の平成の始まりです。さあ、どちらのチームもいきなり1点ゾーンの全ての球を10個取って、さあ、早く1点ゾーンの方に入れようとしています。さあ、先に取ってましたのは1年チーム、途中。さあ、遅れて今度は西田さん、ディナーチームに入っています。さあ、今度はお互いに2点エリアの球をスピード出してあげることになりますか。あれに両脇挟んで書くじゃないですか。さあ、成功者は2つ D3 チーム、この間に2点以上のものを全て完璧にしますので続ける。さあ、どうなんでしょうか。今1点以上の方にも残っています。さあ、これを返してしまうと2つのチームどんどん入れないといいです。どんどん入れないといいです。全部入れしまうと全部入れちゃってさ、直線にどうしても入れるのがあるそれが西脇に。さあ、まもなく全部が決めるようになる。さあ、さあ、その前に西田さん、DC チームが出てきて、残り時間はまもなく34人です。さあ、残り時間だけ。さあ、もう一度やりようがない。さあ、港中央チームが、そのまま駆け込んで、あ、一歩。さあ、残り時間15秒です。さあ、このまま読んでるかもしれません。さあ、どうなんでしょう。残り10秒になりましたが、すごい、足させてですね。